ここだけウタとルフィが一緒に冒険したら、ただしウタはホビホビの実の能力でルフィのマスコットとして、パート11からパート15。に対する読者の反応集。ドレスローザの湿度えぐくない？いつの間にかウタシュガという概念が生まれていて驚いているわが。どんでん返し何回乱れ打ち、対比構造、過去回想、あなたにだって私の本心は全部見せてあげない、それ以外は全部持っていっていいよ。対比構造、過去回想、主人公敵のヒロイン歌姫の産声、死ぬ。どっかのタイミングでシャンクスの娘ってこともバラして懸賞金あげてこう。シュガーとドフラミンゴの関係性が、歌を通してくっきり浮かび上がるのやばい。こんなやばい現実世界まで巻き込んだ1話からの伏線回収されたら正気でいられない。リアルでも3時の羊でやったもんな青田先生。歌を入れるだけでものすごく関係性が艶やかになるし、内面描写により人の違いと違うからこその面白さが多々見えてくる。やっぱ少年漫画でメインヒロインって重要な存在なんだな。シュガーがドフラミンゴへの思いを抱いた上で歌と友達になって、そして抱えた思いのこぼれた1かけらを歌は戦う中悟ったんだよ。そして残りの全部は隠し通したままシュガーは消えてしまった。ひと夏の重しで、幼少期の歌と一緒に笑うシュガー。流行ってるカップリング自体はそんなに変わってないと思う。そこに歌シュガという謎概念が追加されるんだ。この世界線では血のつながりはないと、はえ、シャンクスの娘だから髪が赤いのはわかるけど、なんで半分は白なんだ？って読者が疑問に思っているところに、ニカルフィが登場するわけか。やっぱりウタはルフィとシャンクスの娘だったんだなって。おっかしいな。みんな真相発覚した当初はさ、ドフラミンゴにもシュガーにもキレ散らかしてヘイト溜めまくってるのに、この話が終わる頃には出てくるキャラみんな大好きになって、全員頼むから幸せになってくれ、って言ってるの。でもドフラミンゴとロジャーのことは許してないよ。本当に許さないよという感情と、それでも彼彼女らだって何か違う道があったはずなんだ、という感情は同居する。ウタシュガが膝に刺さって抜けない。個人的にはシュガーは敗北する瞬間に、あなたはずっとずっと私のおもちゃよ、って囁いてほしいな。ウタは血たまりの中で倒れているシュガーに、私はあなたと友達になりたかった、って言ってくれ。おもちゃも友達も遊び相手には変わらないけど、出した答えは致命的に違うんだよな。シュガーは現在形で、ウタは過去形なのが性癖です。扉へ出よう、歌とシュガーが一緒に屋台の綿飴食べてるとこ書かれたら俺死んじゃう。二人で甘くて美味しいね。それにキラキラしてて、あ、ちょっと頬についてる。取ってあげるから動かないで。とかしててほしい。動かないで、おもちゃにしなくても命令なんてしなくても人は話すことで分かり合えるのに。俺分かったよ。歌のほっぺについた綿飴を取ろうとしたら触れてしまい、おもちゃになってシュガーも全てを忘れる。って流れだな。なんでそんなことするの？ずっと小田先生に自分の心臓握られてる気がする。ドレスローザ編から読者の感情がワンピに支配されて抜けねえ。多分物語における伏線の張り方の教科書のような例になりそう。歌が自分の怪我のこと、怪我した、じゃなくて、壊れちゃった、っていう概念好き。切り傷、破れた、打撲、へこんだ、とかおもちゃ時代の言い回しがなかなか抜けない歌。何やウソップはその度に突っ込むけど、あくまで軽く流して空気が重くならないよう気遣う。初遭遇バギーが人形ズレなのを少女趣味ってバカにして、麦わら帽子くらい大事なもんだって言い返されてぶっ飛ばされてるから、頂上戦争で置き去りにされそうな歌を拾い上げて麦わら帽子と一緒に確保する流れ好き。読者の不満点のガス抜きしつつ、バギーの性格でも歌を拾う伏線として機能してるの大好き。ドレスローザ前までは海軍から完全ノーマークだった歌。ドレスローザ後からルフィの次に危険視され始める歌。歌が人形の時に聞いていたことをネタに、あのこと、言っちゃおうかな、的な感じで一味にちょっと無理したお願いをしてみたりしてほしい。何に買ってもらえなくて、へそくりばらしちゃうから、とかだだこねる歌は見たい。能力者だと歌にバレてファミリーが殺そうとするのを泣く泣くおもちゃに変えることで助けるシュガー。歌を歌わないようにしたのは自身の所用から目を背けるためとか？友情ルートもいいけど気持ちよく倒したいから、ある程度シュガーも悪意というか敵意はあってほしい。だからこその、シュガーは一度だって歌を玩具にしたことに後悔なんてなかった。歌が散々苦しんだことだって知った上でおもちゃにした自分の過去を微塵も否定しないシュガー。そのシュガーを超え麦わらの一味の歌姫となるべく高らかに歌う歌。
シュガーも歌も疑いが大切とするもののために己の矜持をかけて、全身全霊でガチで殺り合うし、そこに同情も遠慮もいらない。ただ最後に歌に敗れたシュガーが少し緩んだ方と一筋の涙を見せ去っていくだけ。あの夏の綿飴みたいに甘くてふわふわした思い出の最後の締めくくりなんてこれでいいんだよ。初期スレにあった、歌を蹴飛ばして階段から落としたことがあるけど、別に壊れやしねえだろってぶつくさ言ってたぞろ、の人の心のなさ。ホビホビの実はやっぱりヤバいし悪魔の実ってろくでもねえなと実感する。とっと無事かといい役ネタまだまだあるんだろうな。ギターかき鳴らすブルックとスタンドマイク振りかざす歌、観客は動物たちって扉へ絶対にある。リクエスト、歌とブルックが森でコンサートしているところ。どう見てもロックライブ。様々な人を経由して心情描写を書き切ることで、大海賊時代の幕開けの功罪を明らかにし、そしてそれを主人公は壊し新たな時代を築き上げたい。そしてその誓いは、ずっと共にいた幼馴染と無双したゆえ、ってなるのが構成としていいよね。なんかルフィ自身もずっと近くにあったお人形さんが手元からなくなったことで違和感感じてほしい。そしてそれ以上に歌のことを思い出せて喜んでほしい。ふと昼寝して起きた時、いつも抱っこしてた人形がなくなってびっくりするけど、隣で昼寝してる歌見て、にしし し、笑うの、ありだ思います。なんでずっと人形のままだったの？歌の能力がチートだから、これくらいのレベルの海賊と戦うまで能力を封じないとダメだったから。メタ的な理由もできるな。ドレスローザ終了で解禁ってのがバランス的にもいいよな。ただ一人実質9歳の実力で新世界に立ち向かえる女だ。さすがは四皇の娘。ルフィと歌の疑いが自力で立って同じ方向を歩んでいる。あくまで別個の人間概念が好きすぎる。影響は与え合うがそれぞれ別の人生を送っているので、重なり合ったり混じることはない。最終章で流れる挿入歌、私たちは最強。We are のフレーズがアレンジされて入ってそう。四皇になるまでのエピソードできっちりこの12年間に蹴りつけるんだね。かっこいいな、歌ちゃん。四皇の娘が違う四皇の船に乗ってるとか世界政府どうなってまうん。異通が増えて新聞王がはしゃぐ。ルフィたちに救われるまでは囚われのヒロインしてた歌が、因縁の相手シュガーと敵対する中で主人公の文脈のヒロインに覚醒していくの良すぎた。歌と三次の伏線回収されてからはの国って、ああ、終わりに近づいてると実感深そうだな。やっぱり歌はあの瞬間シュガーと直接戦うことで突貫ではあるけど、自分の過去を一度置いて未来への歩みに踏み出せたのが女主人公としての覚醒に繋がったんじゃねえかな。あそこで歌が他の人に任せていたら、多分もっと引きずってあの国で吹っ切ることは不可能だったように思う。歌とシュガーが出会ったのは運命でも何でもない、ただの偶然に過ぎないんだけど、それが本来の歌と周囲の運命を大きく変えた。個人的になんだけど、サンジは人形時代はレディーとしてじゃなくて人形として扱っててほしいな。もちろん優しい男だから悪いことはしないんだけど、ナミさん、ロビンちゃん、とは違って、歌、って呼んでてほしい。それ、人形から戻ってサンジが歌ちゃんって呼んだら、歌から歌って呼ばないの？聞かれるやつじゃん。おいおい、また麦わらの一味の歌姫、サーバー落としの歌、が発動したのか。人間に戻ったばかりでうまく話せない。そうじゃなくても泣きじゃくってる歌を見て、あまりの衝撃と、忘れてきた記憶に呆然となって理解が追いついた直後激高して、吐きと共に一段階上に行くルフィ好き。自分の目の前にずっと気づいてやれなかった大切な幼馴染がいたルフィの気持ち。続いて、ホビ歌パート12。前スレで歌が2年間どこにいた問題やけど、個人的にはサニーで留守番しつつ、時々留守会な塔に遊びに行ってたかなーって想像してる。さすがにサニーにいるなら時々レイリーさんがサニーの様子を見てくれて、そこで歌人形を見つけてルフィのところに連れて行くんだー。幻覚。それだ、それが、一番しっくりくる。よし、それで行こう。二度のサーバー落ちを乗り越えて一日も経たないうちに12スレ目に突入。真相発覚後はジュバルトクマの人気がさらに高まってそう。パンクハザードは、環境の変化が激しいだろうし、船で留守番することになりそうだな。船で留守番することになった、ローにシャンブルズされるのか。おもちゃを徹底させるために壊れたオルゴール音で統一するのもいいが、ナズカさんがドレスローザ編からしか参加できないのは惜しい。歌は第1話からいるんだからナズカさんもサイコさんクルーとして1話から参加してほしいわ。SE プラス。たー、の鳴き声はオッケーにしない？視聴者としてもいきなり声が当てられるより前から鳴き声担当してた声優さんがついに、ってしてくれた方がしっくりきそう。
代わりに第1話の、シャンクスの娘、は一切セリフなしだな。シャンクスが最初から娘バカであることを読者がわかっていることで生まれる真相発覚時の悲痛さ、対、全部終わって歌が最高にいい女になったタイミングでメンタルベコベコのシャンクスに会いに行く。どっちも捨てがたい。2年間で見聞色だけはなんか開花してそう。あんまり強くないから誰かに知らせるために。冒頭の冒険パートはルフィの帽子にひっついてほしい。大航海時代に振り回される人々、海賊王となりそれら全てを塗り替える覚悟で海賊になった男、その男に新時代の概念を与えた女、12年間、片方は気づいていなかっただけでずっと共にあった、本当の自由をさあ、全員でこの大海原へ見つけに行こうか、これ全部やりやがった。この世界観のドレスローザ編、アニメの視聴率凄まじいことになりそう。歌周りの湿度がめちゃくちゃ高くて本人もしっとり系なのに、女主人公としてシュガー戦を経て、物語後半で覚醒することで君の隣に立って戦う女になるのマジで強い。幼少期の人間歌、12年間ずっと子供のままの玩具歌、私を世界から見つけてくれてありがとう、ヒロインド1億の人間歌、シュガー戦で過去に一旦区切りをつけ子供を卒業する人間歌、ゆっくりと子供から少女へ成長していく人間歌、和の国の問答を経て素敵な女性に成長していく人間歌、君の隣で立って戦うのはこの私、最終章、新時代だ、最終回。歌はただ守られる存在にとどまらない。隣で不敵に笑いながらルフィと戦う背中がどちゃくそかっこいい女海賊なんだよ。だってルフィが人生で初めて見た海賊は歌。憧れのシャンクスより前に歌を自分が初めて出会った海賊だという認識をしているルフィ、公式。歌が人間に戻り、死んだと思っていたサゴが生きてて、ウソップも吐き覚醒し、ドロドロで湿度濃いなぁ。ドレスローザは新世界編の一つの区切り扱いになるな。和の国語の歌がどんどんイケメンになっていくの見てモブとして惚れたい。この世界の DVD 〇〇巻記念オーディオコメンタリー、ドレスローザ編後、ナズカさん、ついに歌でセリフ言えたよ、カンルイ、一同、おめでとう、田中さん、何年？第1話から何年経った？カッペイさん、15年、くらい？みたいな会話してほしい。ぬいぐるみだから腕とか取れても縫えば元通り動くのかな。動くなら敵の顔に張り付いたりするステミアシストをナチュラルにやってそう。なお人間に戻った後、ルフィとチョッパーの心が死ぬ。ぬいぐるみ時代の名残で無茶な戦い方するけど、チョッパーにすんごい怒られて反省して、人間として、の戦い方を模索するホールケーキアイランド編。歌って踊るだけでも、ボロボロになったり涙を流してぐしゃぐしゃの顔を見て、シャンクスにはひどい顔だって言ってほしいし、シャンクスの方もルフィにやられてボロボロだからそっちこそって言って、穏やかに。それでいて笑顔でシャンクスは一筋涙を流して娘と再会してほしい。ついでにルフィとの戦いの最中には、なんで歌と合わないとかの問答をしててほしいし、勝った要因になってて、ルフィは、その歌とシャンクスが会話をしてるのを見て、シシシって笑っててほしい。いつもの強敵を倒した後の力尽きたり、終わったって感じじゃなくて、満足げに笑って親子関係がようやく戻ったことを見て、ほっと息を吐く。そして、最悪の闇が全てを奪う。黒ひげには掴まれ、ガクガクと震える歌ちゃんを見るボロボロのルフィとシャンクス。あれ、これ次の課題として黒ひげ倒す手段も考えた方がいいのかこれ？人間として初めて寝るときはおそらくドレスローザだろうから、そのときはロビンに一緒に寝てもいい？って聞いてきてほしい。もちろんロビンは快諾する。寝るのが怖いの、夢みたいで、嘘みたいで。って笑う歌の震える手を握るロビン姉さんが子守歌を歌ってくれたりするんですよ。つられて歌も歌って、外にも少し音が漏れ出していくんですよ。もうこれ以上ないくらいのヒロインぶりを見せつけたと思ったら、敵であるはずの女とバチバチに妥協なしの殺し合い、喧嘩、してその心を感じ、また返すのを見て、ああ、これはルフィの人格形成の半分くらいになった人だ、って頭抱えたい。それでいて人の心の痛みを誰よりも知る歌は、誰相手にだって全力でぶつかって、その心を溶かしていくんだよね、他でもない彼女の歌によって。チョッパーが人形歌に兄貴分ムーブしててほしい。空島序盤だと二人で祭壇に留守番になりそうだし、歌もメリーゴーも俺が守るからな。と言ってそう、燃える槍なんて人形と船に特攻なのが来るけど。歌を燃やされそうになってかばう男を見せたチョッパー。読者からは人形が燃えればよかったのに、と言われてそう。空島編のあそこの留守番組はやっぱチョッパーと歌がやりそうだよな。二人で、頑張るぞ。キー。した後に来るデカ取り、速攻で服ホイッスル。空島編はチョッパーと一緒に行動してそう。チョッパーが自分の妹分という守られてばかりじゃなくて、守る側に回る成長。
赤髪海賊団編。では、麦わらの一味の歌い手としての歌か、赤髪海賊団の音楽家としての歌かで悩みそう。そして、仲間から好きなように生きろと背中押されて答えを出すんだ。ソウルキングの謎のお抱え作曲家、昔歌が船で作った曲を歌っていた、が華々しくデビューするとこ、難しいけど見たいな。ホールケーキアイランド編でブルックと歌が誘導で、勝ち込みライブをやるとかどうだ。最高だなそれ、歌の能力でマムを眠らせることもできそうだ。12年間も張り付いて生活してたんだ。人間に戻った後も好きあらばルフィに絡みついて行動してほしい。でもだんだん一人でも行動できるようになってきて、ワノ国編でついに自立し、自分の足で、自分の意志で歩み始めるんだ。この世界の桃之助人気えぐい、絶対えぐい、歌の広報親面みたいなことになってる読者からの好感度絶対上限突破してるだろ。俺は通りすがりの正当な読者、ここの歌ちゃんには人形から戻った後、発声トレーニングとして、ルフィと向き合って、ああ、と言い合ってほしいしょろん。ルフィと歌の新時代への誓いから、ワンピースという作品は始まったのだから歌は女主人公だよってなるのはすごく効く。このスレは毎回最高の概念が生み出されるから脳が狂っちまう。人形の時感覚で狭い隙間を通ろうとして激突するギャグ描写はある。これを連載当時20年以上前から構想していた小田先生にむせび泣いて感謝しながら、金ジャブジャブ落とすタイプのオタクになりてぇ。前にあったやつなんだけど、ゴミ箱宝箱玩具箱はタイトルにしてほしい。3人の人生が濃縮された表現だと思う。ところで描いたいのはなんでだろう。このタイトルの時の扉絵はロートシュガーと歌の絡みがなんかしらあるんやろうな。歌がただ悲劇のヒロインなわけじゃなくて、麦わらのルフィが初めて出会った海賊らしく、精神的にも物理的にも強い人であるというのが本当に大好き。続いて、ホビ歌パート13。どこまで行くんだこのスレ、いいぞもっとやれ。人気投票の10位以内に歌と桃が食い込んできそうな世界ですね。歌に投票したいところだが俺だけは桃之助が最高の男だということがわかっているので、投票するぜみたいな層がめちゃくちゃいた結果、人気投票上位に食い込む桃之助。ドレスローザ編で人間に戻った後歌ちゃんがみんなにバフかけるために、新時代、を歌うんだ。そしてイントロを歌ってみんながこっち見たタイミングで感想が流れ始めて、そこで、やっと会えたね、歌だよ。って言うんだ。ちょっと不謹慎なこと言っていいかな。前スレでフィルムゴールドの時に歌ちゃんがゾロの代わりにテゾーロに捕まるって言ってたじゃん。それってつまり歌ちゃんが黄金像にされちゃうわけで、実質おもちゃかよろしく人間の体じゃなくなっちゃうわけで、トラウマ刺激されちゃうじゃん。それでテゾーロは本編の調子からして歌の事物呼ばわりしちゃうじゃん。当然ルフィやファンの怒りは本家の5割増しになるわけじゃん。そして777巻を読んでテゾーロの過去を知るわけじゃん。これ絶対ファンの情緒死ぬよね。ゴールドはちょうど人間に戻ったばかりの頃に起きたとみなせるからあり得る。え、味方を鼓舞するために名を歌おうとした歌に向かって、歌うのをやめろ。ってテゾーロが口を塞ぐシーンの後にお出しされる。テゾーロも親に歌うのをやめろって言われてた事実？あ、親に歌を厭われてたから親を捨てたテゾーロと、親に歌を好まれてたけど親に捨てられた歌で対比できる。本編の概念が大体固まってきたところで過去映画でぶっ刺さるのをお出ししてくるのには痺れたね。俺アナグマを慰めるようにポンポンする概念好き。クルーはそれぞれいろんなもんを抱えてるけど、生きていれば見える明日もある、みたいな惨事の言葉をどんな気持ちで聞いてたんだい。歌が人形ならダフトグリーンの影響受けないな。初めて玩具の体に感謝しながら波を助けようとする歌がいるでしょ。あともしかして、パンクハザードのガスの中でも動き回れる？食べる身がないからドラゴンにも狙われない？ずっと前にあった歌の日記帳の本、初版本がバカ高い値段になりそう。ワノ国まではウソップを神様と心の精神安定剤的に頼っていた歌が、ワノ国編終わった後、感謝と共にウソップを神様として縛り付けるのはもうやめるって本人を前に宣言して欲しかったり、感情の重さは変わらないけど信仰を止めて過去と決別する。ウソップとしては自分にだけ向けられていた歌が変わってしまうのが少し寂しくもあるけど、それ以上にとてつもなく嬉しくてよかったなぁ。ってとびっきりの笑顔なんだきっと。ギアフィフスの時は、ドンドットット、ドンドットット、が聞こえてきた段階で歌ちゃんには踊りながら新時代を歌い始めてほしい。アニメで映えそうだ新時代バックにギアフィフス、カイドウとの戦いの最中にちらっと笑顔の歌ちゃんが映る演出。太陽の神に捧げる神楽だこれ。レッドでは神として崇められる天竜人の誘いを蹴ったのに対して、この世界では太陽の神に自ら祝詞を捧げるのか。ウソップに妹分って言われて妹じゃなくてお姉ちゃん。ってプリプリ怒ってる人間歌が見たい。
ヤソップの勧誘についてったから、赤ちゃんだった頃知ってるし、おしめ変えるのも手伝ったんだよ。ってとんでもねえこと暴露する話は原作とは言わんが二次創作ではくれ。この世界ではレッドがもしウタがずっと人間として生きられていたらノイフで、こっちと同じものが公開されるっていう概念もあったけど、ワノ国終了後、つまりウタが完全に過去を振り切ってさらに無双し始める。にあの真珠ウタちゃん出されて救いのなさに泣きたいのは俺なんだよね。こっちのウタは幸せになれたのになんで、この子は人形にされなかったずっと人間として生きられた幸せな世界線のウタちゃんじゃなかったの。ウタはどうしてこんなにひどいことされるの、なんで、なんでなの。手をダッチに精神ぐちゃぐちゃにされたい。ここで徹底的に叩き落としてから、よりにもよって因縁のシュガー戦で、今ウタちゃんが立ち上がるのが本当に強い子なんだなって。しかも人形時代からたびたびバトルで組んでたウソップが長距離狙撃でウタシュが最終決戦のお膳立てするんだろ。俺やだよ、ルフィがウタの記憶を取り戻した後そう遠くないうちに、記憶を取り戻すのが遅くてエースを救えなかったサボの過去を出しされるの。ルフィは一発 KO なのかフルボッコなのかどっちだ。無駄無駄ラッシュならぬゴムゴムラッシュだ。あいよ、ウタウタバフ特盛りな。しかもただのガトリングじゃねえ、キングキングガトリングだ。ウタちゃん人形状態の時に、私は最強、の時の鎧着てほしいんやがフランキーかウソップ作ってくれ。パンクハザードで精神シャンブルズで、今までキーキー言ってたのがハイテンションで暴れ回る、面白い性格してるなーって感想言ってたら、元に戻る寸前に、また人形になっちゃうのかー、みたいな独り言言って、うん？ってなるやつみたい。そういやシャンブルズは誰と誰が変わるんやろう、フランキーとウタ？なんかこう、劇場版限定で自分の絶望自慢をしてくる敵に、そう、近くにみんないないし、特別に観客一人のライブ開いてあげる、と12年間のルフィたちには絶対聞かせられない孤独とかのマイナス感情を込めた歌を歌いながら、金色じゃなく黒い鎧を身につけて相手をボッコボコにする黒歌が脳裏に浮かんだ。戦闘力は味方にバフを盛る普段の方が総合力は上とか、昨日このスレ見つけてずっと追ってたけどようやく追いついたぜ。途中何度雨に降られてスクロールの手が止まったことか。個人的にはシャンクスには劇場をぶっ放してほしい。基本的にヘラヘラ楽しそうにしてるシャンクスが、ロジャー船長が死んだ時も歯食いしばって耐えてたような男が、恥も外聞もなく泣き叫んでるところとかとても見たい。というわけでイカ妄想だぶん。ルフィ。シャンクスのわからずや、なんで歌に会っていかないんだ。歌はずっとシャンクスに会える日を待ってたんだぞ。シャンクス、お前なんか知らないと放り捨てた男が、10年も娘を忘れていたような恥知らずが、何もかも片付いてからのこの子やってくるような間抜けが、どの面下げてあの子に会えるってんだ。ルフィ、それでも、シャンクスは歌の父親だ。シャンクス、娘を捨てるような大バカ野郎に、親を名乗る資格なんてあるわけねえだろう。歌、そんなことない。ルフィ、ウタ、シャンクス、ウタ。ウタ、親子に資格なんていらない。誰が何と言おうと、私は、シャンクスの娘だ。シャンクス、ウタ。ウタ、思い出してから、すぐに来てくれたんでしょ？ありがとう、ありがとう、やっと、やっと会えた、やっと話できた。シャンクス、すまなかった。10年も、お前に辛い思いをさせてしまった。一人ぼっちにしてしまった。ウタ、一人じゃないよ、ルフィが、みんながいてくれたから、だから、私は大丈夫だから、シャンクスも、自分を怒らないであげて。シャンクス、赤髪海賊団は子さんたちはみんなそばでおんおん泣いてるし、それを見たターたちはおろおろしている幻覚が見えたので共有した。さらばだ。正体考察はあったが未だに謎の存在だった歌。作中でも初めから登場していたドフラミンゴがボスで、いや、いくらなんでもそこまで作者考えてない、いや、状態。ドレスローザに入っていやいやまさかと読者がなってる中でお出しされるサボでもはや数え100万状態に。おもちゃの真実判明、10年以上前からの伏線回収。歌が人間に、の流れを、実際にリアルタイムで追いたいけどこれ救済されるとじれったさが半端じゃないだろうな。個人的にはガープは人形歌が意思があると知ったら壊しはしないけど、ルフィを海兵にするためとか、ルフィが人形歌の扱いが少し雑だから、人形歌は綺麗なままの方が幸せだろうと定期的にルフィから引き離して別のところに置くんだけど、海賊以外のことではそうそう反抗しないルフィがめちゃめちゃ反抗して、ガープの方が折れててほしいな。この世界線だと笑いだけとかやらなさそうだな。いつも歌と一緒で、いなくなった時のメンタルやばそう。これ歌グッズがドレスローザ以降で一気に値上がりするんやろな。歌人形の一味コスプレ商品はあるだろうな。人形に変えられた一味ガチャ。発想が最悪。SBS で。
歌が麦わらの一味でお人形ですけど、他の仲間がおもちゃにされたらどんな感じになりますか？とかありそう。おもちゃにされたって発想が出るあたり、ドレスローザ5だろうけど、その場合鬼畜の所用なのよ。いや、サラダか、幼少、未来、擬人化の流れでドレスローザ前に、おダッチ先生、麦わらの一味が歌みたいなおもちゃになったらどうなりますか？ってお便りあっても不思議はないと思う。多分小田先生は書く、って、お便り送った人はドレスローザで、違う、こんなつもりじゃ。飛行性の神経毒やめろ。ごく稀にゾロにひっついて行動する場合、トンチンカンな方向に行こうとするゾロの髪や頬を引っ張って、キーキー抗議する人形歌があってもいいと思う。人間に戻った後も癖で髪引っ張ったり、頬を引っ張っている歌ちゃんはいます。います。続いて、ホビ歌パート14。おもちゃ一味のバッドエンド感やべー。でもウソップならなんとかしてくれそう感がある。歌がいるから逃げないで、最初からトン立った族を助ける考えにシフトするウソップだといいなって。無論、ボコボコにはなるんだけど、時間差で仕掛けた罠を炸裂させて、シュガーを気絶させてほしい。ウソップさんの手配書にやたら距離が近い女の子がいて、気が気でないかやお嬢様の虹ありそう。この世界の俺歌を助け出す神様ウソップ、世界からやっと君を見つけられたのルフィ、父親としての愛情シャンクス、綿飴のような声、あの夏、シュガー、ずっと歌を支え続けてたのが判明ブルック、未来へとあなたを導くの、光の将軍桃之助で、次々と歌関連で脳が焼かれて頭おかしくなった。あれ、ドレスローザからなんか色々湿度高くなってるな。いやー、本編もなかなか。あんまり関係ないんだけど、ホビホビのおもちゃにされたら忘れられる効果ってどうやって判明したんだろうね。おもちゃにした本人すら忘れて、記憶ごと都合よく書き換えられてるのに、前の能力者がたまたま気絶したとかそんなんかね。兵隊さんみたいに実感した後、元に戻してくれ。ってドフラミンゴファミリーに土下座したおもちゃでもいたんじゃね。そこは映画本編でもあった。前に似たようなことがあったから記録として残ってるんだろうな。ホビホビの能力ならともかく対処法まで知ってるとなると、それくらいしか思いつかねえ。とりあえず、本編だと兵隊さんいなかったらガチで積んでた。せっかく人間に戻れたんだから、美味しいご飯に温かいお風呂と、人間の感覚を、一味と一緒に楽しんでくれー。人形時代ウソップとよく一緒に入っていた影響で、人間だってことを忘れて一緒に入ろうとする歌。なおウソップは後に3時から締め上げられます。3時に優しく食事の仕方を教えてもらって、ゾロには人形の時の癖で背中に乗って腕立てを手伝う。夜は眠れない後遺症のため、ブルックのバイオリンを聴きながらルフィと一緒に寝てほしい。人間に戻った後、よく波と一緒に話したり行動したりしてて、ウソップとかから、お前ら姉妹みてえだなぁ、みたいに言われてほしい。勉強だけど、歌手が概念が一番驚いたようでは、ただの悪役のつもりだったのに。う、シュガー歌尊い。辛い。人形の時の影響で夜になるとたまに人肌が恋しくなるんだよ。そしたら波かロビンが頭を撫でてくれるんだ。歌は嬉しくてそのままベッドの中に入って寝ちゃう。二人はそれを拒まずそのまま就寝するんだよ。旅立ちから、大猛眼、ほとんど見てるだけ、自分で動けることと、壊れたオルゴールの音が鳴ることが読者にわかる程度の描写、オレンジの街、バギーに傷物にされるフィーがブチ切れる。思っていたよりもルフィにとって大切なものということの示唆、シロップ村からバラテー、基本ルフィと一緒にいる。バラテーは、タイミホーク後の先行する船に乗って別れるかも、アーロンパーク、この辺から仲間っぽい行動を取ることが増える。ルフィ以外の一味も少しずつ一人の仲間として接するように、ローグタウンからグランドライン、サンジの料理の手伝い、ゾロを武器屋に案内するなど、明確な手助け描写が出てくる。なおこの時のミゾロと一緒にいたので処刑台の落雷は回避。処刑される寸前で歌が曇りそうな展開だな。アーロンパーク戦だとウソップと組んでたりしそう。というか基本的にウソップと組んで何かやってそうな気がする。アラバスタではビビについていきそう。小さい人形だから敵からも相手にされにくい特性を生かして偵察要員として活躍できそうな雰囲気ありそうなんだけどな。牢屋に閉じ込められても隙間をくぐって鍵取ってくるファインプレイとか。ほぼすべてのキャラクターの心情が過去回想込みで書かれたドレスローザで、シュガーだけが本人の口からの言葉だけで、歌への思いだけは漏れ伝わってくるもの以外は全部隠して、最後は綿飴のようにどこぞに消えてしまい、二度と本編に登場しない。SBS でシュガーの行方について質問されてもさ、僕もわかりません。きっと彼女以外誰も知ることはないんじゃないでしょうか、みたいな回答してほしいんじゃー。ダダンのところにいるとき、エースとサボからはどんな対応されるのか、初期のエースからは、こんな女の人形持ってるなんて気持ち悪いやつと唾かけられそうだけど、
ウィスキーピーク、酒なんか飲めないし眠れないがおもちゃなので見逃される。ゾロの100人斬り中はずっとルフィたちを起こそうとしてる。リトルガーデン、ここでも行動できるがは。ロープに火をつける大役を果たしたが、ウソップの油が染み込んだので自分も燃えないかヒヤヒヤしていた。最後はカルーに乗って大音量のオルゴールでミスゴールデンウィークを打ち破る大金星。ドラム王国、ウソップビビと同行、かと思いきやルフィの懐に潜り込んでた。雪は冷たいし濡れるのであまり歩きたくない。クレハに妙な反応をされる。武器庫の鍵をこっそり盗むなど随所で目立つ。アラバスタ、エースとの再会ではルフィと同じく喜んだ。カジノで他と一緒に捕まったところで、初めて水に浮かばないことが判明。ルフィの初めての敗北を直接見たわけではないが、ルフィが連れ去られた時はこれまでにない胸騒ぎから大きく取り乱す。主にゾロが落ち着かせた。ビビを先へ行かせるための撹乱作戦ではウソップと共に騎乗、ミスター2にボコボコにされたウソップ、アンドまつげ、の肩の上でサムズアップを見せるが、かばわれていたのかよく見ると無傷。その後の、対バロックワークスではモグラの穴に大音量でオルゴールを鳴らして妨害するなど、サポートとして活躍。すべてが決着し、コブラがルフィを背負ってきた時は、胃の一番に駆け寄った。ジャヤから空島、ベラミーの喧嘩を買わなかった場面では波に預けられる。ルフィの意図を分かっているような、分かっててないような感情を見せる。クリケットの家では動くぬいぐるみが主人公の絵本に見入っていたとかいないとか。実は歌もヘラクレスに目キラキラさせる方の勢力だった。ノックアップストリームに乗ってる最中はルフィにしがみつくのが精一杯で特に目立った出番はなし。空島では最初にさらわれる側に巻き込まれる。チョッパーと一緒に船番に回るが、シュラの襲撃に何もできず、水を使うこともできないためただ慌てているだけだった。ほとり、小鳥撃破後は波と合流。以降空島編はずっと波と行動を共にしている。デイビーバックファイト、ほとんど一観客としての描写しかない。チョッパーが奪われた時もバタバタしていたが、ゾロの一括でチョッパーと同じく腹をくくった。実はアフロにもキラキラする勢力。対、青生地、この辺りではさすがに相手が悪かったのか、何の役にも立っていなかった。歌がいてもいなくても結果は同じだったが、この場面で歌ができたことは、俺は何もできなかった、というウソップのつぶやきに首を振ることだけだった。ウォーターセブン、おそらく1ミリ3時を除けば歌にとって一番辛い章。メリー号はもう直せないという事実。船番としての役目を果たせなかった責任も感じていたが、それ以上に辛かったこと、無機物は、壊れたら捨てられる。その無情な真実を突きつけられた歌の心境は想像に難くない。空島からほつれっぱなしの自身の左腕を必死に隠す歌に、違和感を感じた波もいたとかいなかったとか、続け様にウソップとの決闘、離別。これまでにないくらい大きな、もはや耳障りなレベルのギーギーという音は、一味にも読者にも、きっとこの音は、泣いている音なんだ、という認識を植え付けた。活躍としては、アクアラグナが迫り来る中で走り回る波に、ルフィの居場所を発見して伝えたことぐらい。この世界線でルフィのおもちゃへの執着に少年性を見出したりして、それと決着をつけてこそワンピースという作品は完結する、みたいに解釈してた読者の死体の山見て、最高だよダッチ。ってこの世に感謝したい。歌が戻る回のタイトルは一人目がいい。ゾロの時は二人目で、ルフィが一人目だからゾロが二人目だと思わせておいて。ゼロ人目捨てがたいよな。今も昔も今までもいるのが当たり前だったからゼロ人目な。ルフィと一番長い時間を過ごした女の子だもんね。女の子もののおもちゃ、今はそんなバイアスをかけてみる風潮は消えつつあるけど当時としては、を大切にする主人公って、キャラクター造形段階で他に比べて唯一無二のインパクトあるよな。特にジャンプ主人公だと。この常識を破壊して新たな価値観を生み出すのって、もうそのままルフィと歌の夢そのものなんだよな。リンクしてる。続いて、ホビ歌パート15。だいぶ語り尽くしてきた感はあるな。あと語ってないことなんかあるかな。昔読んだ漫画で、お人形は女の子のお友達、っていうセリフがあったので。私は、海賊だからさ。もう、あなたのお人形、友達、には、なってあげられないんだ。っていう歌対手がどこ？ルフィが一見いわゆる少年漫画の主人公をしているのに加えて、人形の女の子を麦わら帽子と同じくらい大切にしている、恩人尊敬している人との約束、っていうのでもう独自性が出てるのに、それが全部幼馴染と誓った夢、ルフィの寝息に繋がるんだからすごい。原作のルフィも複雑に折り重なった造形してるんだけど、このルフィはそれを25年越しに読者に知らしめる役割を果たした歌を1話からぶち込んでるからやばい。
ルフィを最初から人間の歌と一緒に船出させると、仲間としても戦力としてもいろんな意味で強いから、ストーリーに改変が必要な部分が多くて面白いけど大変だえ。待てよ、ホビホビの力があれば記憶が封印されるし、歌の力もドレスローザまで使えなくできるから全部解決だえ。漫画の才能はあるけど人の心がない。歌の能力が現実世界寄りになるっていうのも一味のバランスとしていい感じだよね。漫画が媒体でどうしても歌を前面に押し出せなくてもちゃんとアクションさせられる。ドレスローザ5はまだ結構漠然としてるから、そこら辺語れるんじゃないか。多分ガルチューは大好き。えへーあったかいねーってニコニコしてる。読者は曇る。人肌の感覚が大好きでみんなに抱きつく歌ちゃん。いや曇らないね。温かい目で見るんだ。前スレのルフィの原点を描く回のサブタイアン、ロマンスドーン、冒険の夜明けの前ってコテトワイライトをしてみる。現実のワンピースでもどっかのタイミングで使われそうだな。人形の頃の癖抜けず、ずっとルフィとくっついていても美味しいぞ。まだ子供みたいに腕をちょこんと掴んで、一日中ずるっと隣歩いててもよき。シュガーが歌を玩具にしたことに欠片も後悔なんてないけど、人間に戻った歌が全力で己にぶつけてくる歌に、感じるものがあって、それは誰にも真に理解できるものではない。っていうのが湿度やばくてくる。12年間人形でゴードンさんに歌唱指導されてもいない歌だから、この世界線の歌が歌っても、声帯はアドじゃないって概念結構前のスレにあったけど好き。映画歌は歌に命ごと人生を捧げたというか、歌しかすがるものがなかった子だからな。こっちの歌とはちょっと違うのだ。決着後シュガーが原作者すらも知らないどこぞに消えてしまったのが何とも言えなくて好きなんだよなぁ。再登場はなしでドレスローザを永遠にしたい。個人的には人形だった時の癖、&人肌に触れたいが合わさって、とにかく嬉しいことがあったらルフィに抱きついてくるくる回る歌ちゃんが見たい。誰かにくっつくのが癖になってて、人間に戻った当初は同じようにしてたらみんなのぬくもりを感じられることにびっくりして、ちょっとポカンとしてたりね。ルフィが手握って、ほら歌、あったけえだろ。ってしたところをハグで返して、うん、すっごくあったかい。って泣き笑いする歌が欲しい。人間に戻った後はしばらくの間ずっと同じベッドで寝ててほしい。人形の癖が抜け切らずにめっちゃくちゃ密着してるんだ。読者が後方親面、兄や根面しながら歌ちゃんの幸せを願いたいしてるこの世界線好き。とにかくホビホビが邪悪すぎるし、イフとしては割と最低限。敵対でも交渉でも、赤髪海賊団とドフラミンゴファミリーがどこかの島で接触する。この一点さえ発生すれば、あとは起こりうる話なのが。この世界線でもファン考察でシャンクス二人いる説とか、ゴムゴムの黒幕説が流行ってる根拠に、ドレスローザ以降出てきてもなぜか歌について謝るどころか言及してない、が挙げられてそう。その後このシーンで挟まる歌の回想で、実は自分にこそ一番怒ってたと判明する。人形だった時、一味のあれこれや秘密を聞いた影響で、あの二人はもっと仲良くなってほしい、今でも十分仲はいい、思って、ちょっとしたおせっかいを始める歌を見てみたいです。1話から CV 名塚さん表記されてる歌人形も美味しいんだけど、個人的にはアニメ途中から CV 表記される世界線もいいと思うんだ。小田先生からの依頼で田中康平先生が歌人形の壊れたオルゴールの音担当してる世界線、作中の重要な伏線かつ、壊れたオルゴール、という音楽ギミックだから、アニメ1話から田中先生だけは全部知ってる、ルフィと歌の関係を聞いて、それならただのオルゴールじゃなくて、女の子の声をサンプリングしよう。ってなって、声優としてはデビュー間もないけど子役の頃からキャリアを積んでた、名塚さんに白羽の矢が立つんだ。大体は録音済みのものを効果音として使ってたんだけど、アラバスタでルフィがクロコダイルに負けるシーンではルフィの名前を絶叫してる名塚さんの声がサンプリングされて、普段と違う、ギーギーって音に仕上がってるんだ。このあたりからちゃんと名前クレジットされるようになるし、要所要所で新録した音声に原型とどめなくなるくらいノイズかけて、壊れたオルゴール音に混ぜてほしい。ずっと一味の一員だったけど実際に収録現場が同じになるのはドレスローザが初めてっていうのも美味しいなって。歌のセリフを借りるんですが、やっと会えたねみんな、歌だよ。って気持ちでした。ようやく一味で揃って収録できて。で SBS で声優さんゲストコーナーの時に名塚さんが答えてたの読んだ記憶ある。人形歌と一味の最初の出会いってどんなんだろうな。過去スレを得てないからすでに概念出てきてたらすまんな。とりあえずイーストブルー組で考えてみた。ゾロは過去スレであったように、なんでこんな汚い人形持ち歩いてんだ？って悪気なく言って、ルフィにこいつは俺の大事な仲間だ。って怒られるし歌にポカポカ殴られる。人形が動くことに驚きつつも、そうか悪かったな。
って感じでさらっと受け入れる。ナミさんは、人形連れた海賊ばっかじゃないの？ガキとか言いつつ、ベルメールさんに作ってもらったライオンのぬいぐるみに思いを馳せるんだ。ウソップはルフィたちに会う前だけど、かや、ウソップさん今日はどんなお話をしてくれるの？ウソップ、ああ、今日はそうだな。俺が4歳の時おもちゃの国で冒険した時の話だ。まず驚いたのは、みたいな嘘ついててもいい。サンジは最初に出会った時がナミさんの肩に乗ってた歌だから、ルフィは雑用をやっていたため歌と一緒にいない。ぬいぐるみを連れ歩いてる美女、なんて素敵なんだー。ってやると思う。またウソップの嘘が本当になってる。キュロスが玩具から人間に戻るところ読み直したけど、これを物語当初からいるキャラでやられたら、ボロボロに泣く自信あるわ。キュロスですら今涙目だもん。このスレ読んでると実際のドレスローザ編も読み返したくなるね。歌は一度戦争状態をライブで停止してほしい。ギター演奏しているブルックが独白で、歌さん、あなたものすごいことを今しているんですよ。歌で戦争を止めてしまうなんて、よほほほほ。とか、サンジがルフィ罵倒するときに、あの薄汚い人形もようやく捨てたか下級海賊、とかディするのもいいね。人形時代からレジとして扱ってたなら、サンジの曇らせバイドンか。私の知ってるサンジは、そんなこと言わないよ、言わないよ。ボロボロに泣いてほしいな。あれが誰だか気にならねえのか？どうでもいい。そうか、じゃあ勝手に言う、あれは歌だ。歌？そりゃお前人形の。歌はもともと人間だった、それがドレスローザで元に戻れたんだ。サンジのメンタルが、原作よりもサンジが曇っている。いいぞ、もっとやれ、小声。ビッグマム暗殺の時にはここのシーンにいて、シーザーに、本当のことばかり言ってごめんねと言って鏡の中に入っていくんだよ。謝ってるけど一番ダメージ与えててくさ。SBS、ルフィってよく人にあだ名をつけますが何を基準につけてるんですか？おだ、ルフィは基本的にその人の見た目や名前を元にあだ名を考えます。ローならトラファウガーだからトラオ。キッドならギザギザしてるからギザオみたいな。でも、歌は直感で歌と名付けました。ルフィの中の何かがそうさせたのでしょうね。この世界線、ただ曇って終わりとか殺されて終わりとかそういうわけじゃなくて、ちゃんと立ち上がる人間としての強さを見せてくれるのが気持ちいい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。